仙台市交通局実沢営業所は、宮城県仙台市泉区実沢宮西8八にある、仙台市交通局自動車部の営業所。校内は営業所庁舎と整備工場、給油施設、洗浄施設、車庫、バス停留所が設置されている。営業所イラストマークは犬。仙台市北西部の泉、ビレジ、中山、桜ヶ丘方面を事業範囲としている。 元々荒巻にあった北仙台営業所を移転したものである。配置車両は主に日産ディーゼルと三菱。ただし、9年以降は仙台市交通局全体で新車は椅子図のみ納入しているため、当営業所でも椅子図車が増加している。以前は当初配置されていた AT のノンステップバスを川内営業所に転属させ、MT のノンステップバスを納入する傾向が見られて、 いたが、近年では再び AT のノンステップバスを納入する傾向になっている。また、今白石方面の境外路線に対応するため、中型車も配置されている。902系統は、平日の最終ダイヤのみ13系統、14系統、18系統を除き、川向かいバス停から、先の区間が、フリー乗降となる。市営バス実沢営業所バス停は、 仙台市営バスの停留所である。実差は営業所に向かう系統はすべて出入庫、系統だが、他の営業所、出張所よりも出入庫系統の割合が多いため、本数面では恵まれている。校内には待合室が設置されている。クスカアイクスカ定期券は営業所庁舎で発売する。行き先表示は、実差は営業所あるいは実差はとなっている。 ありがとうございます。